庁議会から不信任決議を受け、大使庁の庁長が自ら失職したことに伴う出直し庁長選は、来月13日に投票が行われます。大使庁の服部千秋前庁長は、前の教育長のセクハラ問題をめぐり、先月26日、庁議会から不信任決議を受けました。議会を解散せず、自ら失職しています。 出直し町長選について、町の選挙管理委員会は来月8日に告示し、13日に投開票すると明らかにしました。町長選には、服部前町長が住民の皆様に真を問うとして立候補を表明しているほか、元教育長の沖塩守彦さんが、調整の刷新と信頼回復を目指すとして立候補する意向を明らかにしています。